月曜日恒例のこのコーナー、ゴーゴーグランパス。サッカー J リーグ J1 は今シーズンも終盤に入り、残りは5試合となりました。グランパスはおととい、アウェーで大分トリニータと対戦しました。0対0で折り返した試合は後半1分、トリニータのヘディングシュートはバーの上でグランパス救われます。対するグランパスは9分、杉本がシュート。これは枠を大きく外れます。さらに本田から玉田、杉本が抜け出しクロス、しかし合いません。均衡が破れたのは26分、スピラールの縦へのパス、こぼれたところを杉本がうまくかわしました。杉本の今シーズン8得点目は決勝点。最後まで集中力を切らさなかったグランパスは8月19日以来の連勝。リーグ戦の残り4試合で今シーズンの総仕上げを図ります。はい、グランパスは順位を1つ上げて12位。次の対戦相手は首位を走る浦和レッズです。はい、今週の土曜日18日、トヨタスタジアムで午後2時キックオフの予定なんですね。まあ、相手は首位なんですけれども、一泡吹かせて、まあ、ぜひグランパスの底力から見せてほしいですよね。そうですね。また連勝してほしいですね。うん、さて、ここで嬉しいニュースをお伝えいたしましょう。はい、グランパスのミッドフィルダー本田圭佑選手が、あさってのアジアカップ予選で初めて年齢制限のない日本代表に選ばれました。その日本代表の合宿が昨日札幌で行われました。初代表の本田はオシム監督の前で軽快な動きを見せて試合への出場をアピールしていました。特徴はやっぱり左足だと思っているので、それを最大限に生かして得点アシストで、ね、徹底的な仕事をしたいなというふうに思っています。アジアカップ予選のサウジアラビア戦はあさってキックオフです。はい、本人決定的な仕事をしたいという、ね、言葉がありました。はい、できればゴールシーンみたいですけど ね、 そうですね、ぜひ活躍を、ね、見せていただきたいです ね、はい、ね、初の代表ですから意欲満々と思います。頑張ってほしいと思います。はい、NHK ではそのサウジアラビア戦をあさって午後7時から BS1 で中継でお伝えします。以上、午後グランパスでした。